皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回の動画はアンプの機材紹介動画でございます。また皆様の物欲を刺激してしまうことになってしまうと思うので、ご視聴の際はお気をつけくださいませという動画でございます。何のアンプかと申しますと、こちらババーン、家庭用の小型アンプブラックスターフライ3のご紹介でございます。まあもう見た感じわかるかと思うんですけども、すごいちっちゃくてすごい軽いです。でこれあのね、僕ねこれね、生徒さんが前に持ってらっしゃって、であのレッスンに持ってきてくれたことがあるんですよ。でその時にちょっとこう鳴らしたことがあるんですけども、マジでビビりました。なんか今までこういうミニアンプってたくさんあったけどさ、3ワットでこんな軽くてこんなちっちゃくてこんな音出んのみたいな感じで、もうすっげえびっくりたまげたんですよ、マジで。でこの動画の中でもそうね、あのサウンドとかをですね、もう余すところなく伝えていこうと思いますので、ぜひとも楽しんでいただければ幸いでございます。そんな感じ、とりあえずまあバカッと開けまして、中身を出していきましょう。こんな感じでございます。ダダーン、ブラックスターフライ、おいえ空箱だぜ、こんな感じだぜ。で中にはコルグさんの、保証書と、あとまあババッと開けると、まあ、説明書とか入ってると思うんですけど、説明書覗いてみましょう。あ、シリカゲルが落ちた。ベベンベベンベン、フライ3、こんな感じのインターフェースでございます。で付属品としてはカタログとかになるのかな、カタログと説明書。でもまあ説明書別になくてもいいと思うんですけどね、あのすごいもう使い方めっちゃシンプルだからさ、別になくてもいいと思うんですけど、まあ一応説明書ついてるんで、分かんなかったらこちらを覗いてみてください。で、あれですね、あのシリカゲルが、ついております。シリカゲルです。で、個人的にめっちゃ嬉しいのがこれ、あの僕ステッカー大好きっ子なんですよ。ステッカー大好きなんです。キャリーケースとかさ、ギターケースとかさ、パソコンとかにもすげえペタペタってこうすぐ貼っちゃうタイプなんで、もうブラックスターのステッカーめっちゃ嬉しいです。ブラックスターアンプリフィケーション、The Sound in Your Head。わお、かっこいいぜ、クールだぜ。こんなステッカーがついております。これめっちゃ嬉しい。これめっちゃ欲しい。マジで。めっちゃ欲しい。めっちゃ欲しい。俺がめっちゃ欲しい。で、このアンプ、アダプターで駆動することもできるんですけれども、乾電池6本で駆動することもできます。で、なんかこのピロピロ見えますでしょうか、ピロピロ。このピロピロは何かと申しますと、まあこれを引っ張ると、多分これが使える状態になったということだと思います。なんとびっくりすることに、乾電池がね、もうついてるんですよ。6本分。だから本当にこのピロピロとこれを外せば、もういつでも音を鳴らして楽しむことができると。電池入ってもね、マジでね、めちゃめちゃ軽いっすよ、これ、マジで。すごい手軽よ、マジで。すごい、これで音出るんだぜ。これで音出るんだぜ。すげえなって感じじゃん、本当だ、これな。まあ、とりあえず、まあ、いろいろと音鳴らしたりとかしてみましょう。で、今回もですね、画面ドンズバババンという感じでお手元もお見せしながら、音鳴らしていきますので、楽しんでいただければ幸いでございます。そして、いつもの思想環境は、ビル・ローレンスの BL1 から X5 で、こちら、ブラックスターフライ3に行きまして、これで、まあ、ほぼほぼ準備が、完了かと思われます。このパワーボタンを押して電源を入れて音鳴らしていきましょう。いきます。Let's try on power! あーあー !LED! ビカーパワーが入りました、うわーで、ちょっくらあんまり使い方がわかんないんで、とりあえずまあ真ん中ら辺に設定していきましょう。こんな感じにすれば音が出るはず。へいできた。これが原因でボリュームで ISF で、これがディレイってことですね。ははなるほどね、なるほどね、なるほどね、なるほどね。OKOK。とりあえずこのボリュームをマックスにして、ゲインを下げ目でクリーン透明で弾いていってみましょう。この辺のつまみはちょっと後で、説明させていただきます。とりあえず音鳴らしてみるとこんな感じ。
こんな感じの動画。どうでしょう、なんとなく気づいてるかもしれないんですけども、結構ねこのくらいの音量でもね、その周りの近隣住民から怒られかねないぐらいの音量がそこそこ、出ております。もうちょっと音量上げてみましょう。ゲインをガーッと上げていきます。そうするとちょっと歪む。いやーいいですねサウンドを奏でておりますよ。こんな感じでございます。で、分かりやすいところから順番にいくとすると、これがオーバードライブスイッチなんで、これをポチッといくと多分ガッツリ歪むとか、そんな感じだと思います。で、ゲインをちょっと全力でいきましょう。全力でゲイン全力で、で、このボリュームをそこそこに、こんな感じ、ゲインとボリュームって感じですね。で、この ISF ってまあ悩んでて皆さん思ってると思うんですけども、こっち側にすると左側にするとなんかちょっとこのローとか、ハイが強調されるアメリカ系サウンドって言ってたっけかな、アメリカンなんかアンプみたいな感じの、こんな感じの音で、向こう側にすると箱鳴りが強いって書いてあったっけな、なるほどね、なんかイメージとしては、僕のイメージとしてはこっち側にすればするほど結構そのねキラキラした感じですね。このギラギラ高音成分みたいなのがすごい強調されて、向こう側にするとこのなんかミッドのこの温かいところみたいなのがこの強くなってくるみたいな感じのイメージです。多分僕はね、真ん中よりもちょっと向こう側かなぐらいが多分僕はすごい好みって感じですね。こんな感じで ISF っていうつまみがあることによって、まあ、いろんなね音色を切り替えることができるっていうのが特色になっております。で、こっからがねちょっとね個人的目玉ポイント、個人的目玉ポイント、ディレイがついてるんですよ。で、このディレイをこのディレイレベルっていうところで多分調節できると思うんですけど、これをどうしようかな、ちょっとガッと上げてみましょう。そうするといいね、いいね。いいね。こんな感じでこのつまみをガーッと上げると、この返ってくる量、この返ってくる回数とか音量が上がります。で、これを左側にすると返ってくる回数とか音量がちっちゃくなると、あんまり大きすぎると邪魔くさいんですけれども、そういう特殊効果を狙っても、いいですし、ちょっとこの短めにしてショートディレイを狙ってもいいですし、いろんな使い方ができると。で、何気にこのタイムっていうのがついてるんですけども、これもね、ありがたいんですよ。このタイムを向こうにガッと持っていくと、ロングディレイ弾いてから、その結構立ってから帰ってくるみたいな感じになります。で、このタイムをこっち側にすると、
めちゃめちゃ短い。すぐに帰ってくる。こんな感じの音色になります。ちょっとクリーントーンにしましょう。多分そっちの方が分かりやすい。いいね。こんな感じ。感じですね、いい感じですね。こんな感じでこのディレイ機能がついてるんですよ。でこれなんでその僕がその目玉かって言ってるかっていうと、まあ僕詳しくは分かんないんですけど、ディレイってあんまりこうミニアンプとかこういう小型系のアンプについてることってそんなに多くないんですよ。なんでかっていうと、多分ねそのディレイってそのなんか構造上っていうんですかね、その技術的にちょっと難しかったりとか、単純にそのコストが上がってしまうっていうことだと思うんです。例えばそのボスのコンパクトエフェクターとかを考えてもさ、ほらオーバードライブとかディストーションとかってあの辺ってほらなんかこう7000とか8000とかそのぐらいで買えるけどさ、なんかデジタルディレイとかになってくると、なんかディレイになってくるとなんかこう1万円超えてきたらなんか2万円近くなったりとかするじゃないですか。だからなんかそのディレイってなんかこう技術的に難しいのかなって思うんですけれども、価格が高くなっちゃうというか、このアンプに関してはもちろんすごいめちゃめちゃ安いんだけれども、こういうディレイがしっかりついていて面白い使い方ができるという感じです。でこのディレイもアナログディレイって言い方するんですけど、おお、まあ、こういう飛び道具で聞く遊び方できるけど、まあ、これはいいとして、なんか僕が弾いた音に対してこのちょっとね劣化した音で返ってくるんですよ。僕が弾いたこのバキっていうバキっていう音がそのまま返ってくると、僕の音とディレイの音が喧嘩してしまうんで、ちょっとこう劣化した状態、ちょっとこう柔らかくなった状態でその返ってきてくれるんです。だからその僕の音にその全然干渉 しないからこんな感じでそのディレイのサウンドを楽しむことができるって感じなんですよ。すごくないですか。もちろんそのね、出音自体、このギターのサウンドとか歪みのサウンドとかもすごく面白いんですけれども、こんな感じでこの ISF っていうこの音色を切り替えるつまみ、そしてこのディレイがあることによって、もうすごい楽しくギターが練習できると思います。やっぱいい音でさ、ギター弾けるとやっぱテンション上がるじゃないですか。なんでこのディレイをぜひ、使って遊んでみてほしい。で、ちょっと試してみたいんですけども、ガーッと歪ませて、バーッと歪ませて、で、ディレイを。こんな感じでかけた状態でちょっと音を聞いてみてください。ディレイあり。こんな感じ。で、ちょっとディレイ切ってみます。なんか聞き比べるとなんかすごいこのディレイがないだけでめちゃめちゃこの薄っぺらくなった感じがしませんか？なんかわかります？なんかこのディレイがあることによってあんまりこの
このディレイがこれめちゃめちゃ主張してくることはないけども、なんかこうしっかりこのね音の厚みみたいなの作ってくれるんですよ。でこの何度も言うようだけども、その家でさギター練習するときってさ、やっぱいい音で鳴ってる方がさテンション上がるからさ楽しくなるじゃないですか。でこれがその音悪かったりさ、その音が薄っぺらかったりとかするとさ、なんかこう気分乗んなくてさ、あーもう今日練習嫌みたいな感じになるかもわからないけども、こんだけこの厚みのある音で鳴ってくれるともうテンション上がってさ、もうめちゃめちゃこうギター弾きたくなっちゃうじゃないですか。だからこのね楽しく練習をするためにもこの機能はもうぜひ使ってほしい、もうぜひ使ってほしい。とりあえず今のところのセッティングとしてはこんな感じです。ゲインマックス、オーバードライブスイッチオンで、このボリュームは皆さん、環境に合わせて調整してください。 ISF は僕はちょっと右目にした方が好みです。でディレイとこのタイムに関してはもうほぼほぼ真ん中っすね、真ん中です。12時の方向を向いております。こんな感じのセッティングしていただくと結構僕好みの音が出てくるので、もし楽器屋さんとかで見かけてね、あちょっとそうしてみようかなと思いましたら、ぜひこのセッティング、なんかこうメモったりとか、写メしたりとかしておいて、なんかこう、再現をしていただけると嬉しいなという感じです。で、なんとなく気づいてるかもしれないんですけども、ここに穴が2つありまして、ここら辺にいろいろこの音源を突っ込んで、このアンプから音源を鳴らしてセッションをすることができます。その辺もこの余すところなく、楽しんでいきましょう。余すところなく楽しんでいきますよ。iPad とか iPhone とか Android とかもしくは MP3 プレイヤーとかで、こういう、イヤホン端子があるものがあると思いますので、これをなんかちょっと、はいか、イヤホン端子をこちらに接続します。バスとなで、これで iPad の方から音源を流すとこっちから鳴るって感じなんですけれども、鳴らしてみましょう。最近 YouTube でなんかこのギタージャムとかギターバックトラックとかなんかこのジャムトラックとかで検索すると、まあ、いろんな動画が出てくるんですけども、その中の一つの、動画をちょっくら拝借してみましょう。この動画ちょっと URL の方に貼っておきますので、もしよかったら、チェックしてみてください。こんな。おしゃれThank you.
か。お前自分で楽しんでるだけやけみたいな感じになってしまいましたけども、まあ、こんな使い方もできるということでございます。なんとなくなんかイメージがつかめてきましたでしょうか。いや、さっき落としたのはこちらでしたね。ちょっとイヤホンでした。この MP3 インの横にまたこのイヤホン端子があるんですよ。やっぱりこの皆さんの家庭事情でさ、そのね、あのこの爆音でアンプ鳴らせる人ってなかなか少なくてさ、やっぱりこの夜、エレキギターを練習するっていうと、どうしてもやっぱこのイヤホンで練習することになったりとかすると思うんですよ。そんな方のためにもちろんこのイヤホン端子がついております。今イヤホンブスッと差し込んで音が鳴らなくなりましたよ。そして私の耳からは、おお、いい感じのサウンドが流れております。まあ、ちょっと正直なところ、ちょっとこのイヤホンで聴いちゃうとね、このやっぱりこのデジタルっぽさがとこう目立ってきてしまって、ちょっとなんか少しこの、この出てる音と比べちゃうとやっぱりこっちの方がいいなって感じがしたんですけど、あのこのイヤホン使わずにもちろん音の方がね、いい音がしてしまうんですけれども、まあご家庭事情に合わせてそんな使い方もできるよということでございました。どうでしたでしょうか。もうほぼ全部の機能を説明したと思います。ほぼ全部の機能を説明したと思います。で、一応この後ろにこのコネクターみたいなのがあって、これかなんか、このもう一個のキットみたいなのを買うと、なんかこのステレオで鳴らせるみたいなのがあるらしいんですけども、ちょっとそれは持ってないんで今回試せないんですけども、まあエクステンションスピーカーということで、ここからそのスピーカーを追加して、ステレオで音を鳴らすことなんかもできたりする感じでございます。以上、ブラックスターフライ3のご紹介でございました。どう、ちょっと良くない？ちょっとっていうか、普通に良くない？良くない？で、これさ、なんか気づいてるかもしれないんですけど、あのほら、僕さ、今これワイヤレス使ってるからさ、もうこれだけでいいんですよ。これだけで、ちょっとこのね、出先の車の中でとかホテルの中でとか練習しようと思った時にもこれで済むし、なんかこのバーベキュー行った時にちょっと演奏しようとか、なんかこのビーチ行った時に、なんか海行った時にちょっと演奏しようとか、なんかちょっとこのキャンプ行った時に演奏しようとかって、なんか外でさ、そのなんかちょっとギターを少し弾きたい時ってあったりとかするじゃないですか。これで済むんすよ。これで済むんですよ。これでメイクできるんすよ。こっからもうね、電源バッと入れてさ、電池入れてさ、もうね、繋いだらさ、もうそこはもうこれですよ。もうオーバードライブポチッといって、もうゲームをマックスにして、レベルをわーっていって、そのディレイとかもかけて、 ISF も真ん中注意にしてわーってやれば、うわすごい、うわっ、これでもう、よし、これでしょ、みたいな感じでこのね、エレキギターサウンドを楽しむことができるわけでございますが、すげえよね。なかなか僕が中学校とか高校生の時には考えられない、クオリティだと思います。乾電池6本でね、動いてくれて、なおかつこんないい音が鳴ってくれて、ディレイとかもついてさ、なおかつ MP3 とかもインすることができてよ、なんかもう文句ねって感じでございますよ。そんな感じの、ブラックスターフライ3のご紹介でございました。もしお店で見かけることがありましたら、僕のおすすめセッティングを試してみていただいて、ディレイの機能とかもいろいろこのね、いじくって遊んでみていただければ幸いでございます。そして今回この動画で実は終わらずに、紹介は以上でございます。実はこのブラックスターフライ3、今1台ご紹介しましたけども、びっくりすることにベベンベベンベン、もう1個あります、イエーイ。でもう1個言うと、もっと言うと、もう1個あります、イエーイ。全部で実は3つございます。イエーイ。これなんでかと申しますと、これはもう単純にそのブラックスターさんからね、ご提供いただいてるんですよ。今回のこのアンプに関しては、ブラックスターフライ3、3つご提供いただいております。で、3つお前もらってどうすんのよって話だと思うんですけども、実はこの3つともね、視聴者の皆様にプレゼントとなります。
わお、すげえぜ、フライ3が当たるぜ。とりあえずまあ募集の仕方というか、その応募か、応募の仕方としては、その下の概要欄に書いてあるブラックスター日本の公式アカウントのツイッターアカウントをフォローすることがまず第一。ブラックスター日本、公式アカウントの、ツイッターをフォローすることで、2つ目に関しては、僕のツイートになるんですけども、僕 のアンププレゼントしてますよっていう、ツイートをリツイートすること、この2つが、応募要項となっております。簡単なお仕事ですよ。ツイッターやってるじゃないですか、皆さん。ツイッターやってるじゃないですか。ツイッターちょっとペッてこうブラックスターの日本公式アカウント出して、ペッてフォローってボタンを押して、でなおかつその後にこのね、下の概要欄に書いてあるリンク飛んでさ、なんか僕のツイートをリツイートすればいいんですよ。5秒で終わる。5秒でこのアンプがもらえるかもしれない超簡単なお仕事でございます。超絶簡単なお仕事でございます。もし、皆様の中に、わーフライ3めっちゃ欲しいですね、うわー物欲湧いてきたという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、日本公式アカウントをフォローの上で僕のツイート、リツイートしてみてくださいませ。詳しい日時とかね、その辺に関しては概要欄の方に書いておきますので、そちらの方を詳しくチェックしてみてください。そんな感じで、期間限定のキャンペーンになりますけれども、アンプ3台いただける、チャンスがありますので、もしよければ応募してみてください。でまだこれ未開封だからさ、出さなきゃいけないんだけど、一応、せっかくだから中古とって、このアンプの側面とか前面とかに、私滝沢勝成がサインを入れた状態でお届けをさせていただく予定でございます。どんなサインになるかはちょっと分かんないんですけれども、そちらも楽しみにしていただけると幸いです。そんな感じ。それでは今回の動画はブラックスターフライ3のご紹介プラスプレゼント企画の発表でございました。本当ね、めちゃめちゃこうロングセラーなのもね、うなずける、なんかその爆発的に売れてるんですけど、すげえ売れてるんですけども、売れてるのも納得できますよ。触ってみればね、納得できる。こら売れるわってやります。本当にぜひお店とかで見かけることがありましたら触ってみてください。友達が使ってたらちょっと貸してよみたいな感じで触ってみてください。すごい魅力がたくさん詰まったアンプでございます。ぜひこの魅力を皆さんの耳で感じていただければ幸いでございます。それではそんな感じでこの動画を終わりにいたしましょう。プレゼントキャンペーンの詳しいことは下の概要欄をチェックしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。グッバイ、さよなら、ありがとうございます。さよなら。